最大チームパワーガチ対決。最大のチームパワーが更新されましたっていうのも、監督が変わったっていうのもあるんで、あとまあポジションエディットがこうできるようになってから、まあいろいろね、配置も自由に変えられるようになりましたので、とんでもないスカットになっちゃいましたので、あの先輩から紹介してもらっていいですか。いや多分先輩の方が多分チームパワー高いんで、やっぱそっちから。ああそういうことね。ということで、私の最大チームパワースカットこちらでやらせていただきたいと思います。やばいね、やっぱやばいでしょ。さすがだね。めちゃくちゃ上がったと思います、監督変わったこととかでも。これはやばいわ。ゴールキーパーはシュマーイケル、センターバック2枚で、マルディーニとライカール。いやここスタメンの最大総合値マックスにしたかったんで、そうしたらこのような状態になりました。ミッドフィルダーが4枚、左サイドハーフにネイマールで、右サイドハーフにフィーで、トップ下2枚がガンサンとリベリー、フォート、左ウィングにマルティネリーで、右ウィングにキリアン・ムバペ、センターフォワード2枚いますが、左、はいはい、ラファエル・レオン、そして右神の子メッシということで、スタメンはこんな感じです。いや結構やっぱ強えな。結構もう自信満々なんです。まあ、フォーメーションが結構ね、卑猥な形してんなぐらいが。これ完全に俺かもしんないね。めちゃくちゃ方形だけど。おい抜けてねえか。そして、サブオリバー・カーン、フェレル、はい、ベッカン、フランキー・デオン、やばいキャベン、ジェブライネ、ここにレジェンダリーのクライフがまだ入ってくるっていうね。でデルピエロ、モハメッド・サラ、そしてベニシウス、アーリン、アーリン、カルハイン、ルンベリゲイ、アンドリー・シャフ、シャゴー、やということで、サブはみんな総合値102以上です。相当上がったんじゃないの。さすがに俺の方が高いんじゃないかなと。それはやばいわ。チンパワー、チンパワーは3185でございます。だからもうあと15あれば3200までいきますんで。それはもう本当に見えてきてるな。僕の方もちょっとじゃあスカット紹介させてください。いや、よろしく頼むよ。ということで、僕のフォーメーションの方が、フォーメーション235、一番強い状態でちょっとね持ってきたかったんで、こんな感じになってしまいました。ゴールキーパーオリバー・カーン、2バックになっております。左サイドバックに、ラーム、右サイドバックキミッヒ、中盤がこれ3枚しかいないんですよね。左サイドハーフにマルティネッリ、そして右サイドハーフネドベドー、そしてトップ下ど真ん中にジーコ、5バックになっております。左からクライフ、ラウターロー、ロマーリオ、そしてメッシ、センターフォワードはエドーということで、スタメンなんですけど、まあ、総合値の103以上をちょっと揃えさせていただきました。で、ベンチメンバーがですね、まあ、ここがね、ちょっと先輩とはまた違うところでして。うん、まあ、101とか100とかいるでしょうね。ちょっとまあ、見ていきたいと思います。まあ、ムバッペでしょ。で、ここにバッチョ。まあ、バッチョもしょうがない。102なんで。で、デコ、カイ、ハワー、まあ、ゴルガ、ね、ロベカル、ビニシウス、まあ、カズミロショウ、で、ディエラ、はい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 、カンナバーロ、トッティ、おい、ビジャ、チンパーノが、3193ということで、カスです、すみません。あんたでカスだったら俺どうなんだよ。だから、こっちよ。これ、どうなんだ。いや、俺、なんか、超えてたわ。いや、まあ、いびつな、ちょっとフォーメーションになってしまったんだけど。うん、だけど、こっちだってゾウさんだから。ゾウさんスカット VS ドングリスカットじゃない？何、ドングリって。なんかちょっとどんぐりっぽくない？なんかそのどんぐりのちょっと上にポチってなってるところとさ。俺どんぐりスカットとか持ってないから、最大チンパワースカットだから俺。あ、チンチンやないか。チンチンスカット VS 最大チンパワーです。それはおかしい。うちも最大チンパワースカットだ。あ、そうなの？あ、そうだよ。で、今回最大チームパワーということで、明らかおかしいじゃん、フォーメーション自体おかしいんで、まあ、これはまあネタ枠ということで、前半はまあこの状態でしっかりやりますけど、うん、後半だったら自由なんで、フォーメーションエディットも入れ替えも自由です。注目してほしいのはロマーリオがあの位置でセンターフォワードっていう、ちょっと気になるでしょ。なんか先輩の決断ない見てこない。俺それ意識してやったんだけど、ジーコがあなただそうです。ジーコめちゃくちゃ臭くなってるよ。おい、めちゃくちゃストレートなやつ来たな。いいね、すごいフォーメーションだね。ウホ限定なんだね。だからムパペイとか別に OK なのかな。聞いてないでしょ。あ、そういうことか。だって聞いてる率 0% でしょ。なんからしいんだよ。だからウホ聞いててよかったね、逆に。フィーゴ、マジでディフェンダーの2人でやれるのかっていうね。あ、やべえ。あ、マジか。てかフィーゴの労力えぐいぞ、あれ。でもこれさ、ちょっと前半のお互いチャンスだと思うんだよね。いや、そうだよ。変わっちゃったらだってさ、いつもと同じになっちゃうからね。リベ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 リ。なんでそれ、なんでキックフィントできないの。危ない。
やばい。うわ来た。いやマジかよ。よしよしいいぞ。前半のうちに得点をちょっといっぱい稼いでおこう。1対3だもんあれ。本当に。練習でしか見ないよ1対3は。しかくれさん後ろ出せないんだけどちょっと見てこれ。え？やばくない？しかくれさん後ろ出せないんだけどちょっと見てこれ。え？やばくない？やば。超攻撃的だから。いいね。なんかうちの子リベリーとかがめっちゃ下まで下がってきてんだけど、フィーゴもいるわ。あーやべえこれやっぱ、ね、普通の守備すると終わるわ。おい上がるな。ただ前線はいるぞ。いや多いな。ちょっと待って、こっちも2人だからな、ディフェンダー。うわやべえ。えちょっと待って、えまた練習モード入ったんだけど。練習モードやばい。あぶねー。それ外すか、ただ誰もいねえ。おいおいおいおおい、マジか。よしよしよし。やばいやばいやばい、これ開いてる開いてる、めちゃくちゃ開いてる。おいもったいねえぞこれ。やばい、ちょっとこれ明らかやばいかも、こっちのチーム。いやこっちの方がまだディフェンス前半しっかりしてるぞ。うわいるわこれ。ちょっと待ってやばいかも。やばいぞやばいぞ。いやだからこっちはセンターバックいる分、ま、守れんのか。センターバックいないからさ、相手のチームが守りみたいになってないこれ。いや全然いないじゃん。やばいわこれ本当。こうで後半交代できる。いややばいやばいやばい。あこれやばい。おいレオン外しすぎじゃね。えなんでやったか。おぉいやマジか。これ大体真ん中蹴ってくるから。この子ちらついてないのちゃう。ほら見ろ。大体真ん中蹴ってくるんだよな。オンラインでも基本めちゃくちゃみんな真ん中蹴ってくるからな。読まれてんだよ。あやばい。よし。いやうちもいないっちゃいねえからな。ツーバックだからな。100くらいは持っときたい。やばい。3点分ぐらい。おなんだよ。オッケーオッケー。いや1点返さねえと。これカウンターマジ怖いぞ。うわーやばい。いいあこれオフサイはない。ちょっと待って。これもね走れよ。これでさこれでもういっちゃって。よし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 。いやこれ取れるぞ。ほんとはもっと大量得点しなきゃあかん。これはこれマジできついわ。やばいもんな後ろ。うわおーいいね。あいやーきつい。でもう後ろいないもんな。攻撃えマジか。危ねえ。ちょいそれきついぞ。いやえとやっぱ真ん中にいるの怖えな。いや全然取んないんだよ。怖い怖いかもしれないけど仕事今んとこしないのよ。あぶねえ。あいいよ。いや守備いるな向こう。そうだね結構マジでいる。意外とやれるわ守備。あチャンス。やばい耐えないとここは。ちょっと前半ここ前半いやもっと勝てるとここれきついな。今しんどすぎるこれは。あぶねー。いいね足りないぞまだうちのチームからしたら。しんどすぎるってこれは。さあラグタロかスピードねえな。うわやばいね。やばい勝てんだよなここ。オッケーオッケー。やべえ。いやだけなんか超守備的になったからかなんかちょっと枚数多いぞ。これは本当にひどすぎる。いやー入んないか。さあこれはどうだ。
マジ危ねえ。まあよかった、まあまあまあ2点だったらまだ、いや2点もうちょっと行きたかったな。センターバック、もうセンターバックいないとやばいわこれ。センターバック1枚しかいなかったわセンターバック1枚しかいなかったわでやっと普通に戻せる。おお後ろにいる。いやこっからが本当の戦いだな。これ俺はこの2点分のまあここの獲得した点数を守る。よしそんな変わっていきなりあるかい。 OK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  先輩言った瞬間だったね。おー早かったなー。 0.1 秒ぐらいで先輩の目標終わったな。俺ほんとそれあんだよね。うん、どう？あ、お、やばい。いいよー、ナイス。マジか。うわー。ビエラ。ここよく競って勝ったな。くそー。せっかく決めたのに。カナバロね。うん。OKOKOK。位置はちょっと遠いなー。さあ、ただ狙う。くそー。オッケー、やった、マジか。え、待って、やばい。ナイス1点差か。まあ、まだまだいったらやばいぞ。いやこれマジでちょっとやだな、これ。頼むぜ。なっ、あ、打っちゃったフイカ。普通に前半よりチャンス与えちゃってるぞえ、まあでも前半の方がやっぱりきついからな今。うん、あ、まあ、マジか。さあやってるわ今の。役者だぜ。シミュレーションでレッドカードです。レッドカードか。お、今のそれすごい。レッドカードか。お、よし、取った。おい、よしよしよし、いいぞ。開くね。よし。え、ただシェクチェンコがこっちか。それはひどい。おお、どうしたどうした。おお、来た。それはきついって。うわ、いけ、やばい。うわ、デヨンコ追いつけねえかこれ。来ました、ハットトリック。よし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 、やばいってウバッペやってくれんのよ。行くしかねえよ。いやー、何何何何何なんでそうなった。お、あ、やばい。あ、お、いやー、そっちか。やばい、こっち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 、クリアクリア。あ、またいるのかよ。なあ、ナイス、あるぞ。いいぞ。え、え、え、何今の今何、シュート。パスだったんだけど。パス、クロス、クロスってことね。フライパス。あ、フライパスか。やばい、ブリッツある。来た、うよー、ブリッツ行ったけど。ラストチャンス。なに、なんだい。これはすごいな。よし、やっとカゼミーロを入れれるわ、これで。いや、ネイマール疲れてんね。やってんね慣れてないフォーメーションで疲れるね。なんか、思い通りにさ、動いてないんだよね、選手が。あ、くそ、いる。お、あ、逆巻いてるぞ。さあ、ネドベド、ネドベドシュート。裏へのスルーパス、クロスを上げる。危ない。うわい、おお、あっべ、全得点行こうとしてるわ怖いわこれマジかよ。これやばいんじゃない。いいね、やばいわ。よし、普通にシンプルにいった。ナイス。うーわ、マジかよ。
うわーもうこれはしょうがない。さあいける。お、来た。よし、メンバッペスピードを生かした活躍。あいつ4ゴール目だぞ。ムバッペやってくれるよ。いやいいいいいい、白熱した試合だ。4-4。いまち、やばいやばい、なんかいやえ、あ、オフサイド、オフサイか、超ギリだな、ね、でも お、いいよ。マジマジ、チャンスあるぞ。あ、やばい。え、オフサイ、オフサイ、終わった。後半ね、次。ただもう選手交代できないからな。いや、そうなんですよ。やっとここで 4バックになった。ちょっと攻めるか。あ、打つな。弱え。うん。いいよ。ナイス。くそー、風見ろ。さすがセンターバック入ったからな。お、オッケーオッケーオッケー。え、来た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 。ちょい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 待ってくれ。来た来た来た、こいつやばいじゃねえかよ。いいいいいい。これはもうムバッペさんですよ。あ、やばすぎるだろあいつ。あいつやべえわ。ふいか。えぐいえぐい。マジで。抜け出しえぐいもんな。お、なんと。油すぎる。ブイカ。いやー。いいね、いいよ。やばいやばい、終わっちまう。追いつかれて PK って結構、あのメンタルくるからちょっともうここで。オッケーオッケー。やらかした。やばい、空いてる。サムバ、いや6点も取らせるわけにはいかん。、うん、もう5点取ってるだけで俺は十分なんだけどな。ムバッペで5点は本当、ムバッペがやばすぎる。やばいな。あっ、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 きっとサラさん。おい、マジか。ゴルフをやりつつ、ボール球を拾いつつ。絶対サラゴルフやったことねえじゃん。いやマジか。でも決められてしまった。ただもうあとちょっとなんだよな。レオン、あえ、ちょっとマジか。あんたブルーダブルハット、多分俺初めてかもしれないわ。これはすごい。これ何点になるんだろう、評価点。何が起きてる。いやこれしか危ねえな、ちょっと。いやマジでちょっと、いや結構でも危ないとこ蹴ってたぞ。いや、よしよし、キーパー側の方に蹴ってた、うん、だからこれまだあるぞ。オッケー、まだあるまだある。よし、やばい、危ねえ。オッケー、さあどうする。あ、来た、やばい。さあ、やばい、来ました。神の子、ビジャのあのヘディングいらなかったマジで。ただもう時間はねえか。マジかよ。 PK、 さあ久しぶりに撮影時間取った。 PK で勝つ、やるしかねえよ。あ、まあ、PK はもう大体先輩逆のこと来るんで、多分右なんで左です。最初のキック、真ん中来るね。俺は男が黙ってやっぱ真ん中行くんでね。ふい、男が黙ってど真ん中。おい、しかも逆だし。男が黙って真ん中行くよ。はい、怖い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 。どっちだ。だからコース甘くねえか。いやもうこれランダムで行くからさ。オッケー、あー、はいはい、さあ頼むぞ。右、
左右左よし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 なんで？いやこれ一番もうわからんマジでこれですよ、この見ないで、おいもうこのランダムが一番いいんですよ。え？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 わかんないわかんない、どういうこと？ランダム止めて、はいはい、あ、終わりじゃん。よし、そうか、終わったのか。 BK 多分しばらく勝ってないぞまたコースやっぱ中途半端だとなんでやっぱ取られやすいよな。皆さんの、最大チームパワーはぜひね、あのコメント欄に書いててください。そうそう、とんでもないの書いてくるやつが大体リアルに3800とかこの水準でもギリあるかないかぐらいの絶対ないだろうっていうところをついてくるやついるから。